セカンドドリーム1号艇山口剛選手です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。初日終えましたけれども、2走どんな感触でしたか？まあ、前走者がチルト2度で最後行かれてて、そのプロペラはそのままで、チルトはプラスの 0.5 と0で昨日は対応しただけで、そのままのペラで行ったんですけど、ちょっとピット離れと出足がちょっと自分の許容できる範囲ではないので、まあ、今日は1号艇なのでしっかり叩き替えていこうかなと思ってます。そうなんですね。はい、じゃあまた初日とは違う船足になる可能性は大いにあると。そうですね、昨日は枠も比較的、6号艇からだったので、伸びが良かったからそれを意識していって、それなりの結果は出せたんで、ここからは内側でしっかりいけるような仕様に変えていこうと思ってます。はい、一枠の戦い、ファンの皆さんの、人気も集めると思いますので、最後に一言メッセージをいただきます。はい、繰り上がっての1号艇なんですけど、しっかり責任を果たせるよう真剣勝負しますので、応援の方よろしくお願いします。セカンドドリーム2号艇の馬場芳也選手です。昨日2走を終えました。はい、船足は手応えいかがなんでしょう？標準ですね、普通ぐらいだと思います。はい、悪い感触ではないということですね。そうですね、中間整備が入ってたので、なんか聞いてると伸びが甘いかったらしいんですけど、その辺は感じなかったので、中間整備のおかげかなと思います。周り足や出足に関しては、1走目はかなり、迫りましたけど、はい、具体的には手応えとしては中堅水準ぐらいはあるんですね。標準ですね。もう少し、乗りやすさというか出足の部分は欲しいですけれども、戦える感じではあります。はい、ドリーム戦は2枠の戦いです。スタートの見え方はいかがでしょう？なんか追い風吹いてたりする割には本番が届いてなかったりなので、少し勘とのズレはあります。では最後にファンの皆さんに一言メッセージをお願いします。そうですね、しっかり、レに絡めるように、しっかり走れておりますご視聴お願いします。セカンドドリーム3号艇の西山貴博選手です。昨日2走、かなり、整備調整は進めたようですけれども、結果は出ました。いかがでしょう？そうですね、着がまとまったんで良かったです。船足は正味どうですか？いや、悪くはないんですけど、上との差がありすぎるんで、ちょっとでも縮みたいなと思ってやってます。セカンドドリームは3枠の戦いです。はい、バックリ差しが見られるんでしょうか？いや、あれはもうね、次のオリンピックまでないです。4年に一度なんでね。そんなことあります。スタートの見え方いかがでしょう？いや、スタートは、F2 のユキヤさんがしっかりいけるってるぐらいなんで大丈夫だと思います。確かに後ろ通ってますからね、そうですね、このまま後ろに従いたいと思います。では最後にファンの皆さんに一言メッセージお願いします。そうですね、地元なんで必死に走りますんで、僕とユキヤさん、あと森高一馬の応援もよろしくお願いします。セカンドドリーム4号艇の土屋智則選手です。昨日2走、アクシデントもありましたが、後半は粘りました。船足はいかがでしょう？そうですね、普通な感じで、いいところも悪いところもない感じですかね。このセカンドドリームに向けては何か今調整は思い描いてますか？4号艇なんで、しっかり攻めれるような足に仕上げたいです。はい、それはもう作業としてはプロペラですか？そうですね、はい、プロペラを中心に、はい、やっていきます。スタートの見え方安定してます、昨日の2走。そうですね、ちょっと合わせながらなんですけど、はい、そのぐらいのスタートはいけると思います。体は大丈夫そうですか？はい、大丈夫です。はい、では最後にファンの皆さんに一言メッセージお願いします。はい、3号艇がちょっとスタート素人そうなんで、しっかり自分が展開作っていけるようにまくってきます。応援よろしくお願いします。セカンドドリーム5号艇の羽野直也選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。初日は2走連絡み、後半カードはしっかりと人気に応えましたが、その手応え、船足の評価はどうですか？船足はいい方だと思います。特にどこかが抜けている特徴があるという足ではない？そうですね、エンジンが押してるなっていう感じで、今はその状態にあると思います。はい、5枠の戦い、今日何か調整はどこか求めていきますか？プロペラが合ってる状態ではないので、プロペラをメインにやろうと思います。5枠、この黄色い枠番というのはかなり印象がありますけれども、ご自身ではいかがでしょう？そうですね、仕上がり次第ではいいレースできそうですけど、これからですね。はいはい、スタート初日の2走ですけれども、感覚的にはいかがでしたか？タイミング以上にはちょっと難しさは感じます。
では最後にファンの皆さんに一言メッセージお願いします。はい、いいレースできるように精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。セカンドドリーム6号艇の森高一馬選手です。よろしくお願いいたします。はい、昨日は2走中間着の決着となりました。ふなっしー雰囲気いかがでしょう。まあ、そんなにパッとしない感じですかね。そうですか。まあ、2連対率は、ね、40% ぐらいあるモーターですけども、どのあたりがちょっと課題だなと思う点ですか。まあ、行き足とかその直線の感じとかがちょっと劣勢かなっていう感じします。じゃあ回り足や出足、レース足関係は悪くないですかね。まあ、乗り味含めて後半の方がまあだいぶ乗りやすくはなったんで、その辺はまあ大丈夫だと思うんですけど。でスタートです。2走の雰囲気はいかがでしたか。まだちょっとはっきりはつかめてはないですね。ドリーム戦6枠の戦いです。最後にファンの皆さんに一言お願いします。まあ、船毛に絡めるように頑張ります。